はい、どうも、みちゃんです。今ね、姫路駅に今日お待ちしております。目の前に停車場の列車はね、特急浜亀大阪行きです。はい、まあ、停車中の新快速安行きですね。これには乗りませんがね、今日この後浜松に戻ります。予定では16時56分、まだ1時間近くありますけどもね。ただ今日遅延がちょっと発生しているようなので、この後ね、米原駅での乗り換え時間があんまり長くはないので、1本早い鶴ヶ行きでね、行こうと思います。よって30分前後のね、余裕は埋まります。言い遅れましたかね。本日は3月の6日でございます。春のね、18切符シーズンがね、すでに始まっておりますんで、今日は18切符を使って浜松まで戻ります。で、姫路駅に来ているのでね、西のアーバンネットワークね、関西のアーバンネットワークの、玄関口にいます。ここから新快速で米原まで、で、米原から大垣まで新快速、中京地区の新快速ですね。そして大垣からは特別快速が浜松行きで、もう本当に快速だけですよね。まさにアーバンネットワークを利用して浜松に戻りたいと思います。
はい、米原駅ですね。18時58分定刻にね到着いたしました。余裕を持ってね30分前の列車にね姫路から乗っていたのでね、ここで30分の余裕ができました。少し休憩がねできるということでね、次の電車は19時35分新快速の豊橋行きに乗車したいと思います。到着しました。ここでねそのまま豊橋まで乗ってってもよかったんですけどね、次の8時23分が浜松行きということでね、乗り換えなしということで、あえて大垣で、下車しました。
はい、10時27分ですね。夜の10時27分、浜松駅に到着しました。はい、姫路から米原までね、新快速の米原経由の敦賀行き、米原からね、新快速の豊橋行き、大垣で乗り換えて特別快速の浜松駅とね、3本のね、快速列車を乗り継いでまいりました。所要時間はちょうど6時間ですね。乗り換えのね、時間で30分程度待ち合わせもありましたが、約6時間で着きました。これ在来線としては非常に早いペースだと思いますね。うん、また利用したいものです。今日18切符ね、1回目を使いました。春の18切符シーズン、まだまだ1ヶ月半ぐらいね、ございます。今回もね、5回全部使い切る予定でいますんでね、その都度動画にしてね、皆さんに公開していきたいと思います。今回の動画はね、この辺りで締めたいと思います。また次回の動画もよろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。